小林誠也と安田雅史の初めの2分。皆さんスポーツ大好き、それ以上に栃木県が大好き、そのためまだまだ栃木弁が抜けない安田雅史です。はい、こんばんは。熊本県出身の千葉県在住から足立区在住、そしてまた千葉に住まいを移した小林誠也です。初めてのレギュラーパーソナリティとして30分、はい、なんとか頑張って続けていますが、はい、まだまだ僕たち安田雅史、小林誠也の名前を覚えてもらえるように頑張っています。それでは私安田雅史と小林誠也の初めの2分、今回もどうか最後までよろしくお願いいたします。皆さんは今年のお盆休みは帰省されたでしょうか？ああ、はい、お盆、そうですよね。はい、なんですが、はい、僕も、帰省はしたんですが。あ、そうなんですか？はい、はい、栃木県に、ま、そうです、大好きな栃木、栃木大好きな本当にあの駅降りた瞬間にこれやって思いました。あ、なるほど。あの僕 その最寄り駅がすっごい、はい、あの田畑で緑豊かなんですよ。あ、なるほど。で、はい、まあもうこっちに状況じゃないですけど引っ越して、はい、もうアスファルトの、あ、そうですね、コンクリートとビルじゃなくて、はい、本当に高い建物でも3階建てとか。あ、なるほど。本当1キロ先ぐらいずっと見えるぐらい、あ、見晴らしのいい、こうね、そうなんですよ。でしかも緑の、そうですね、夏なんで分かるんですかね、あ、草の匂いみたいなのがあるんですけど、はい、はい、そういう匂いもあって、まあ、田舎独特というか、そうなんですよ、その空気が美味しいってやつですよね。そうなんですよね。しかもあれなんですよ、お盆休み僕の、はい、まあ僕が野球やってたっていうのは親戚全員野球やってるみたいな感じなんで、あ、僕野球やってたみたいな感じなんですけど、はい、なるほど、はい、お盆の過ごし方が、まあ、安田家は、はい、もう甲子園を見るっていう、もう一家勢揃いで、はい、ね、おばあちゃんが作ったスイカを食べるっていう、本当にもう、あ、いいな、もうそれザ田舎みたいな感じの過ごし方を、夏、はい、そうですよね。そうなんですよ、だから帰るのがとても楽しみなんですよね。あ、いいな、そういう夏の過ごし方、皆さんどう夏を過ごされたでしょうか？ね、あ、ちなみに小林さんはどういう？あ、僕はもうちょっと熊本県でちょっと遠いんで、はあ、よくあの今年は電話でちょっと済ませたっていう形で、はい、皆さんは田舎に帰られたでしょうか？はい、はい、ということで、まあね、こういろいろとありましたが、はい、今回、進めさせていただきたいと思います。はい、はい、それでは最初のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア浦安市、市川市、そして船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいたそのままをリポートしていくというコーナーです。はい、この番組をお聞きの皆様の中でわんぱくメニューが大好きな方や彼氏や旦那様、お子様などなかなか食べ盛りの方にぜひ参考にしていただければと思っております。さて今回、はい、11回目の今回は、市川市の市川駅にございます、はい、市川食堂にお伺いしました。はい、はい、市川うらら FM の市川に食堂と書いて、こちらの市川食堂というお店なんですが、はい、JR 市川駅の南口を出て、左手に曲がり、はい、左に曲がってエスカレーターを上がったすぐ右手にございます。はい、お店の横には白に黒字で市川食堂と書いてある電飾看板がございまして、はい、で入り口の上にも、白に黒字で市川食堂と書かれた看板があって、すぐに分かるかと思います。はい、店内は広々としていて、少し居酒屋のような雰囲気もあり、カウンターが10席に2人掛けのテーブルが、2つ、はい、4人掛けのテーブルが4つと計30席用意されております。はい、注文は直近制で、メニューがお店の入り口前にありますので、そちらをチェックしてからの購入をお勧めします。メニューはカレーやハンバーグ、唐揚げに焼きそばのセットメニューに、コロッケやカキフライなどの単品メニューもありまして、はい、価格帯は100円から980円と、もう1000円ご用意いただければ十分、はい、いいですね、お召し上がりいただけるという形になっております。さてそんな市川食堂さんで今回僕の注文したメニューなんですが、実はこちらの市川食堂さんは、はい、カツカレーが
カツカレーの特盛りがありまして、そちらが量が多くて味もすごく美味しいと評判なんですが、こちらのコーナーでは他のお店でカツやカレーをねちょっとご紹介させていただいておりますので、今回はまだ紹介させていただいてないメニューということで、あの、はい、唐揚げのメニュー、はい、鶏からと焼きそばのセットメニュ ーセットをこちら注文させていただきました、はい、ということで席について他のお客様を見てみたところ、会社帰りの帰りのサラリーマンの方など特に男性客が多くいらっしゃっており、丼物や定食などを召し上がっておりました。そして5分ほど経ったところへ今回の大盛りメニューがやってまいりました、はい、鉄板の上にチューという音を立てている大盛りの焼きそばにもう拳サイズの唐揚げが5つも乗っておりました、はい、またセットメニューなので丼いっぱいのご飯と お味噌汁お漬物もついていました。焼きそばは甘くないやや酸味のあるソースで味付けされており、はい、屋台などでいただく昔ながらの味付けという形で感じました。はい、唐揚げは肉厚でとてもジューシーで甘いタレがかかっていまして、はい、とてもご飯の進む味付けとなっておりました。お味噌汁も定食屋ならではの、こう懐かしい優しい味付けとなっておりました。と、ご飯を一杯食べ終わったところでお店の奥にね業務用の炊飯器があることに気づきました、はい、こちらの市川食堂さん、はい、おかずが大盛り加えおかわりがご飯のおかわりがセルフサービスだったんですよ。なるほど、はい、もうそのありがたいサービスに甘えてもう3回もおかわりをさせていただきました。はい、帰りに調べてみたところ、はい、市川食堂さんのホームページがございまして、はい、ごく普通の定食屋ですがボリュームが自慢ですと、もうボリュームの字が赤字になっているほどの自慢のようでその一文に何か嬉しくなってしまいましたということで今回は市川うらら FM の市川に食堂と書いて市川食堂さんにお伺いしました。営業時間は12時から14時と17時から24時となっております。定休日はなくホームページにはほとんど年中無休と記載されていました、はい、住所は千葉県市川市市川 1-1-2 電話番号は 047-323-3645 です。先にご紹介させていただいた市川食堂さんのホームページもぜひチェックしていただければと思います。それでは皆さんぜひ満腹になってください。以上今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして現在放送中のはじめの2分担当は安田雅史と小林誠也の2人の新人俳優がお送りしております。さて今回もスペシャルゲストの方をお迎えいたしました、はい、なんと番組始まって以来の2回連続のご出演、はい、女優であるとともにアイドルグループバロンラビッツのメンバー松本ひろかさんです。はい、はい、ありがとうございます。2回も連続いやこちらこそありがとうございます、はい、本当に来てくれるとは思ってなかったですね。前回の放送でね、はい、あの最後に、はい、最後にいやとんでもないです、はい、いいんですかっていう感じでお邪魔します、ね、今回も、はい、こちらもお願いします、はい。まあね、実は、松本ひろかさんは先月7月21日にお披露目ライブとして開催され今女優としての活動はもちろんのことアイドルとしても頑張ってらっしゃるということで、はい、そんな松本ひろかさんのプロフィールを改めて繰り返しになりますが、簡単にご紹介させていただきますと、松本ひろかさんは大阪府のご出身で、はい、現在まあ、先ほどご紹介させていただきましたアイドルユニットバロンラビッツのメンバーでいらっしゃるとともに、女優さんやタレントさんとしても数多くのドラマやバラエティ映画などにご出演されておられます、まあ、実は最近僕らが出演させていただいた映画22世紀寓話では、まあ、僕たちまあ恐れ多くも共演させていただきました、はい、ありがとうございます。いや、こちらさん、それ以外の現場でも、うん、何回かご一緒させていただいている、ね、はい、まあ、松本さん、まあ、今回はですね、まあ、前回に引き続きお忙しいところ、まあ、なんと連続でゲストとしてお越しいただきました。本当にどうぞよろしくお願いします、はい、お願いいたします。はい、はい、そうなんですよね。はい、何度か、ね、現場で、はい、ご一緒させていただいてるっていうのもありまして、はい、結構最近でしたよね。そうですもんね、僕は、はい、特に、はい、
そうなんですよね、うん、はい、ということでそんな松本さん、はい、子供の頃はどんな女の子でしたかという、はい、あの質問ですか、はいはい、前回できなかった、ね、プライベートとか女優の話をしようということで、はい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 、松本さんご自身のお話でどんな女の子でしたか、はい、でも前も一回言ってたんですけどその、はい、アニメとかが結構好きだったのでクソオタクでした。クソって違う。あの褒め言葉としての。なるほど。本当に没頭されてるというか。アニメを好きになったのはいつ頃なんですか。記憶が結構曖昧で、でもなんか小学昔から見てたな。夜更かしがすごいする。ああ、女の子だったんですね。子供の頃から。夜更かしする人で。もう気がつけばというか。お兄ちゃんとかもアニメとかが好きだったんで。なるほど。漫画は常に昔から家にあって。ああ、よく触れる機会がある。そうです、そうです。で、絵を描くのが好きで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。美術の高校に通って、そしたらもう学校8割オタクしかいなくて。なるほど。でも気が合う人ばっかりで逆に良かったじゃないですかね。そうですよね。そういうので、だからもうほとんど学校でも、漫画の貸し借りずっとしてたりとか、いいですね、はい、漫画描いてる子がいたりとか、むしろ自分でですか、はいはいはい、すげえ、それはすごいですね、それを読んで、そうなんです、結構アニメ好きだったということで、はい、話はちょっと変わりますが、はい、芸能界に入ろうと思われたきっかけなど、きっかけですか、はい、それもでも高校生の時にアニメとかが結構 2.5 次元みたいな感じで舞台化されたりするじゃないですか、はい、そうですね、それで舞台をめっちゃ見に行くようになったんですよ高校生で、はい、なんか振り返ってみたら昔から演技するのは嫌いじゃなかったみたいで、あ、はい、中学の文化祭とかでもやってたらしいんですけど、あんま記憶で、そっから結構その舞台というか、はい、お遊戯じゃないですけどこう、はい、いろいろ演じられて見ていって、はい、まあ、好きな演出家さんができてきたりするとその人を没頭して見るんですけど、なるほど、はい、その人の作った作品ガーって見て、あ、いいな仕事みたいな、やりたいなみたいになってきて、あ、はい、勉強し始めたのがきっかけです、ね、あ、なるほど、自分も実際に その演じる側に、で、なるほど、ったのがですかね、へいやでもそのあの結構その演出家さんが好きだとかいう話もあったんですが、その憧れの女優さん、女優さん、はい、なんだろう、最近見てすごい好きなのは、はい、松岡茉優さん、ああ、なるほど、同世代というか、まあ、若い世代で、そうですよね、すごいなっていうのは、はい、そうですね、演技に力があるというか結構こう、うん、スッという、ああそういうことです、はい、じゃあその女優さんと現場などでご一緒されたこととかは、うん、ないです、まだないですね、もうそれを目標というか夢にっていう形で一つの夢として、どうなんですか、間近で見たいのはあります、演技を、はい、演技をしてるところを間近で見て吸収したいなっていうのはすごいあるんですけど、はい、一緒にやるにはちょっとまだ程遠いですかね共演は恐れ多い、なるほど、はい、へえ、だからそのいろんなドラマや映画に行かれてらっしゃいますが、はい、一番印象に残った現場とかって、印象に残った、はい、最近だとワンシーンをワンカットで撮るっていうのが、ダーッと、そうです、そうです、でもその中にアクションもあってみたいなのがあって、アクションも、はい、今度だからこれ8月24日、はい、8月24日、あ、8月24日の夜11時からのディーディー、いや、あー、はい、田正樹さんと、あー、はい、はいはい、いますね、はい、そちらも5話ですね、5話に、5話に、はい、ちょっとだけ出演させていただいてるんですけど、はい、その1シーン、はい、ワンカットで撮ってるシーンが多分放送されるので、はい、そこはすごい、ここ1シーン1カットなんだっていうのに大変ですもんね、アクション入れてってなると相当さらに、そ、初めてその結構長いシーンを1シーンで撮るのは、はい、あ、もう本当にそうなんです、そうなんです、だからこうやってこうやって段取りがすごい組まれて、あ、もうで一気に詰め込んでバッと一気に、一つでも間違ったらそこでカットで、はい、じゃあもう一度最初からってなりますもん、なるほど、じゃあ結構それはすごい印象に残りますもん、どれが使われてるのかもドキドキしながら、ドキドキしながら私もチェックして、はい、もう注目してみたいと思います、この後も、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください、はい、してください、はい、まあ、一つあの、はい、素朴な疑問ではないんですが、はいはいはい、まあ、松本さんって、まあ、僕らから見たら、あの前もありましたけど同級生っていうんですが、同級生にしたらなんか僕たちよりも完璧みたいな、いや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 、イメージをしっかりされてらっしゃる、勝手なイメージでしょ、いやいやいや、僕たち、はい、
もうそういうイメージを勝手にしちゃってるんですけど、はいはい、まあお仕事で失敗エピソードとかありますか？失敗エピソード、はい、え、ありますか？僕たち結構やらかしてますよ。やらかしてるのはちょっとあります。じゃあ、あります、はい、どんな感じですか？僕はあのすごいあの個人的なっていうか、うん、あれなんですけど、あのマネージャーさんにあのよくあの現場に合流しましたとか、はい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 、それとあの報告メールを送るじゃないですか、うん、一番最初の方に僕はあの何でも報告しなきゃと思ってお弁当のメニューを報告してたりしてすっごい恥ずかしい。めっちゃおもろいそれ。そこまで報告はいらないです。可愛い失敗ですね。でもいいな。いい、よくはないです。よくはないです。よくはないですよ。今日のお弁当何々でした、ね、唐揚げ弁当ですみたいな。すごいあの時々あのマネージャーさんからその話聞かれてあのすっごい恥ずかしくなって、その話はちょっとみたいな。はい、そう言われるんですよ、本当に。そういったそういうあの失敗とかっていうのが、注意でもなるべく。え、じゃちょっと私も今度。すごい、まあ恥ずかしいですね、自分。言ってみて。松本さんのマネージャーさんどんな反応するかって。唐揚げとお魚があったんですけど、魚にしましたって。やめましょう、それは。ああ、恥ずかしい。こっちが恥ずかしい。めちゃくちゃ重い。なるほど。そういった失敗だろうな。なんだろう、そんな可愛い失敗はしてないかもしれない。あの失敗はない形じゃない。いや、ないという嫌なことすぐ忘れちゃうんで、まあ、飛んでってるかもしれないです。なるほど。それはいいかもしれない。ちょっとわかんないですよね。わかんないですけど。はい、話を戻しましてというか、はい、TBS のジョブチューンという、はいはい、番組で、レギュラーでご出演されてらっしゃいますが、はい、あの番組って毎回リハーサルなしでぶっちゃけられるんですか？そうですね。あ、本当に、その場でえーみたいなの結構あります。すごいですね、それは。じゃあ一番印象に残ってるそのぶっちゃけみたいな。ぶっちゃけですか？はい、老舗のお店の紹介みたいな感じの、はい、ジョブチューンの店があって、あ、はいあはい、その時にお豆腐屋さんが、はい、おぼろ豆腐ってご存知ですか？はい、おぼろ豆腐、はい、おぼろ豆腐は漫画のおいしんぼからパクったっていうぶっちゃけにすごいびっくりして。NHK の「忍たま乱太郎」っていうアニメの中に豆腐好きなキャラクターがいるんですけど、はい、その子のおかげで私が豆腐食べるようになって、はい、そこのつながりで、それで豆腐好きだったし余計に「えみたいな。その驚きが。そんなことあるみたいな。おいしんぼみたいな。おいしんぼから来たのみたいな。それをびっくりしました、ね、それはすごい印象、はい、まあ、でもあの漫画は普通になんか作ってみると美味しいって聞きますもんね、はい、結構あの僕あのお父さんが父親が、はいはいはい、あの漫画よく揃えてたんで、うん、よくあのちょっと盗み見て作ってみたりとかしてたんで。しましたか？はい、おぼろ豆腐がそうだったとはちょっと初めて知りました。商品化したら売れちゃったみたいな。やばすっごいみたいな。そうだったんですね。びっくりしたことですね、それは。それは印象残りますよね、はい、好きだったっていうのもあって、はい、なるほど。ではあの松本さんに話を戻しまして、はい、将来の夢とかって。将来の夢、はい、お聞かせ願います。なんだろう、何かあれば、女優でも何かあれば、でも、何だろうな、特にでも、はい、これを絶対したいんじゃんみたいなのはなくて。あ、目標点。そうなんですか？ないんですよ、はい、ないんですよって言ったらそうなんですけど、今できることから順番にって思うので。なるほど、はい、一つ一つ確実に。なるほど。それでたどり着いたらいいなぐらい。ああ、なるほど。たらそういう先ほど言いましたけど、うん、憧れの女優さんと一緒の現場みたいな感じが、うん、嬉しいなっていうか。結果は後からついてくるそういった形ですよね。一つ一つ目の前のことから。なるほど。行こうかなっていう感じですね。はい。じゃあ先ほどご紹介させていただきましたが、はい、まあ、映画22世紀グーマの、まあ、現場いかがだったでしょうか？あ、一応ワンシーンだけ参加させていただいたんですけど、はい、なんかそわそわしました。そわそわ緊張で。小林さんがい
らっしゃったんで、あ、あ、はい、その現場に、はい、から、あ、よかった知ってる人いっぱいいたみたいな。ちょっと安心できる。初めましての人ばかりだとやっぱり、なるほど、すっごい猫かぶるんで私が。あ、そうなんですね。あれ。あ、よかった、それはそれ。よかったです。あ、はい、こちらこそよかったです。はい、話を戻しましてね、はい。はい。何度も話戻しますとか。はい、戻しまくってますね。はい。アイドルユニットバロンラビッツの活動の中で、はい、こうポーカーを広めるイベントなどがあるということで、はいはいはい、聞いたんですが、はい、そのイベントのことをちょっとお聞きしても、はい、とポーカーってやっぱりちょっと入りにくいみたいな、はい、ポーカーができる場所があるよって言われたとしても、じゃあ行こうかってあんまりなりにくいと思うんですよ。こう遊びの中でとかありますけどね。敷居が高いって言ったら変ですけど、あ、はい、まあギャンブルかなって思われがちなので、イメージだったり、はい、なのでそういうのに思われないように、はい、初心者講習みたいなのを開けたり、あ、お、一緒に、はい、ストーリーじゃないや、はい、なんだっけ、ルール、はい、ルールとかを一緒に勉強していくみたいなのができたらなって思いました。なるほど、はい、はい、それもいいですね、はい、そういうことで、はい、そうなんですよ、はい、ということで、はい、今後の松本さんの、はい、活動について、はい、告知などございましたら、はい、お手数ですが。じゃあ先ほどちょっとちらっと話にも出たんですけど、はい、24日に DD5 話が放送されるので、はい、そちらの方ぜひチェックしていただければなと思います。はい、終わります。頑張りました。私は握手してないけど。してないけど。なるほど、はい、そちら、はい、チェックしていただければということで、はい、お願いします、はいはい、はい、でそして松本ひろかさんのファンにとっては、まあ、嬉しいお知らせです、はい、まあ、来月からこの番組はじめの2分、はい、オープニング曲に今回ゲストの松本ひろかさんのアイドルユニットバロンラビッツのジャポニスタですかね、はい、が、決定いたしました。お、なるほど、はい、オープニング曲に、オープニング曲に、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん来月からのもお楽しみにしてください。はい、はい、聞いてください。聞いてください。はい、ぜひ、はい、嬉しい、ありがとうございます。はい、じゃあ全然そして、はい、ということで今回のゲストは、はい、松本ひろかさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。これなんだなんだなんだ、やばい、私だけじゃ無理だよ。はい、ということで、はい、はい、ゲストの松本さんにもエンディングに、はい、また私が言ったけどみたいな、一発目のねセリフを僕奪われてしまいました。奪われてしまいました。難しかった意外と、はい、来月からねオープニング曲が、はい、決まりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。それに一なんで私も来ようかなっていう風に今。来ようかな。あ、来月の放送から放送もですか。松本さんも散歩にしようかなみたいな。あ、なるほど、散歩になりますか。いいですよ。初めの散歩に。いや、いいですよ。そんな。いいですよ。簡単にいいですよ。いいですよ。あの、いやだって松本さんいた方がいい、まあ確かにすごい安心感。安心感。ありますね。まだね、2回しか話してないのに、すげえ楽しいっていう。まあエンディングジャックありましたけどね。はい、エンディングジャックされたし、もうね。もう実際こう、まあ散歩で。散歩で。次回から。軽やってみるとやってくれるみたいな、軽やば。そうですね、そういう世界ですからね、はい、言葉一つが大事なラジオですからね、特、はい、にね、言ってなんぼじゃみたいな。そうですね。ということでね、はい、エンディングの、それでは、はい、まあ、指名、指名ぐらいは僕たちが、はい、ちょっとお願いします。まあ、恐ろしいですか、はい、時間も近づいてきたということで、はい、まあ、初めの2分、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。まあ、この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史と松本ひろかでした。はい。はい、皆さん、ね、最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。